のセカンドは田村が拾います。ワンタッチでつなぐ、前取れれば面白い、抜け出して、さあここからは中コーター、中を見る、中央へヘディングシュート、わずかに左がカルロス・マルティネス。ここで選手が変わります。ベルティはこれが2人目の選手交代になります。アラン・ピネーロがアウトをしました。そしてドーグラス・ビエラが入っていきます。そして熊本の方も島田選手がもう呼ばれています。ここからドーグラス・ビエラどうするか、時間を作って安西幸喜、ここに来た、どうする、右に出す、そして切り返していって左足シュートはどうだ、出てきてしまった、キーパーよく触った、畑ちょっと今難しいと思ったんですがよく触りました。いや、これはゴールキーパーファインセーブですね。ゴーさんのブロックはすでに完成をしています、はい、そして左からグランダー通してシュートに行った、ここも畑が止めました。ドーグラス・ビエラの強烈なシュート、渡辺から少し下がった位置で受けたドーグラス・ビエラ、前を向くシュートに行く、キーパー、今日はセービング光っています。畑、いやでもこのミドルレンジシュート狙ってますね、さあここから今度は安西幸喜、いた、えぐってクロス、いや、セカンドボールはハンドはないか、ハンドはないか、ハンドはないか、アジスタのホーム側のスタンド、そしてベルディの、さあここが中央入った、ヘディングクリア、セカンドボール内田、さあさらには田村のクロス中央へヘディング、ようやくこじ上げた、ベルディ来ました、ドーグラス・ビエイラ、いや今いいボール入りましたね、誰ですかね、まあ、一度ハンドのアピールもあって少し、まあ、一瞬こう全員が止まりかけたシーンはあったんですけれども、ドーグラス・ビエラがゴールを決めています。そしてここで試合終了の笛、ベルディは苦しみましたけれども最後の最後ようやくこじ開けることができました。20節の町田戦以来の勝利ということになります。